桜坂46の直面ハウスを開業しようという動画をね、今さっきまで撮ってたわけですよ。そうそう、撮りましたね。はい。これ結構本当に日向と違って、買うの苦労したっぽいですけど。いや、めちゃくちゃ苦労しましたよ。どんなでした？いや、もうだって最初行った店舗は都内あったんですけど、はい、近くに行って、それで行った時に、一箱置いてなくて、もうすでにばらけてたんでね、うん。で、それ買おうとして、店員さんに行ったら、すいません、10個までなんですって言われて、はい、で、そこで買えばよかったんだけど、はい、俺もちょっと、なんだろ、一箱買えばいいって、一箱買いたいっていう欲が出てきて、うん、まあ、松さんにも一箱買ってきてって言われてたから、はい、その一箱がいいんですって言ったら、ちょうど電話かかってきてるんですって言って、その人にもう持ってかれちゃったんですよね。ちょうど断ったタイミングで。で、そこからは長いんだ、長いんですよ。いや、なんか、バラなら売ってますって話だったじゃないですか。はいはい、じゃあバラでいいですよ。買える分だけ買ってくださいってお願いしちゃったんですけど、はい、そこを、なんか、こっちの LINE ではそれも無理なんですって来たんで、はいはい、バラも買えないってどういうことなんだろう。断っちゃったんですよ、そこで。その LINE する前に。はいはいはい、すいません、1箱がいいんですって。だからもうすでに売り切れちゃってるんですよね。もうその電話。バラも。バラも買えない。もう電話の人に、ありますかって言って、ありますって言っちゃってるので。ああ、ってことは1箱分としてはないけど、バラをかき集めて1箱用にするみたいなことですか？どういうことですか？どういうこと？その店舗では1箱もう売ってなくて、はい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 、バラでは売ってて、で、バラで10個分は、20個分はあるけど、はいはい、その人が予約してるからバラも買えないとか。あ、20個もなかったです、バラでも。え、じゃあその人は1箱買えないけど、じゃああれ分全部ください。そう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 、そうそう、そうそう、そう。あ、だから買えなかった。買えなかった。なるほど、はい。はい。でもそこから長いんですね。そこからどの店舗行ったかな。まあ、とりあえず電話かけて、はい、4、5店、うん、都内の、まあ、自分が住んでる、区、はい、区以外にもかけたんですけど、まあ、埼玉にもかけたんですよ、はい。埼玉の一番主要の駅じゃないとこだったら、さすがに人来てないだろうって思って、その辺にもかけたんですけど、まあ、電話が繋がらないんですよ、とにかく。もうそもそも営業してんのかっていうところにも僕疑問には思ったんですけど、はい、全然かかんなくて、あ、で、かかったところも、もう、先ほど売り切れましたって言われて、なかなか手に入らないわけですよ。で、もう5件ぐらいかけたぐらいかな。新高島平駅前店ってとこが、19時だったら入荷しますって言って。ああ、なるほど。で、あ、なんかもうここで頼るしかないなと思って、もうここにかけようと思って、19時に行ったんですよ。はい。したら、そこの店舗ね、2枚までですって言われて。ああ、なるほど。え、2枚 ?2 枚かよみたいな。はいはい、で、松さんに LINE して、2枚しかって言ったんですけど、まあ、まあ、動画的に。そうですね、尺が足りないって感じですね。そうそうですよね。うん、それで、まあ、松さんからツイッターで、どこでしたっけ？埼玉でしたよね。埼玉の、新越谷。はい。そう、新越谷でありますっていうツイートを見て、うん、僕休みだったんで、はい、行ってみようと思って行ったんですよ。うん。したらもう、2箱。はいはいはい。残り2箱で、うん、もうバカほどありますって、めっちゃツイートであったのに、うん、もう何個あったんだろう？ 6、7 ぐらいあったよね。結構積んでましたよね。ね、めっちゃあったよね。はい。でももう2箱しかなくて、うん、え、やばっと思って、もう買うしかないと思って、すいません、これ1箱いけますかって言ったら、店員さんが、あ、制限なく、あ、いいですよって言って、ようやく買えたんですよ。もうめっちゃ遠かったです。何キロ？え、結構だから、そのレベルじゃないと買えないって感じ。そう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 、うん。普段行かないような駅行ったんで。まあそうっすよね。え、俺なんで埼玉いるんだいや、なんかそもそもその、店舗解禁になったのが当日だったんですよ。はい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 、だから、そもそもみんなどこにあるかわからない状態で探してるっぽくて。で、店舗解禁になったのが昼間だったんで。はい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 。なんか入荷制限がかかってるみたいなのと、あとは大雨の影響で遅れてるみたいなのがあるらしくて、そもそもそんなに数が。そうなんだ。っていうところと、もともとその、入荷予定の店舗自体も、え、都内でこれしかないのぐらいのレベルしかなかったんで、日向とだいぶ差があるなって感じちゃったんですけど、だからその感じ、だからみんな、ね、右往左往してたというか。ああ。なんか自分が買った時にも、その新高島だれと行ったところも、はい、その自分が2枚買った後にも、うん、まあ男の若いお客さんが、ちょうどなんか、お前買えよって二人組で、ちょっと、なんだろうな、お前買えよな、俺も買うわ、みたいな感じのやり取りしてたんで、
あ、これめっちゃ人気だなって、ほとんど取り合いだった。結構、本当に、そういう感じになるんですよ。はいはいはい、特に、自分も経験したことあるのは、はいはいはい、一歩手前で自分だけ変えて、後ろの人変えないみたいな。結構あるんですよ。かわいそうだな、そう、だから、はいはいはい、結構本当に競争率高いんですよ、ね。はいはいはい。あ、そうなんだ。46系はマジで、競争率高くて、はいはい、だから自分も毎回そのくじ引きに行くとか、はいはいはい、ウェハース買うみたいな時は、もう、あれですよね。仕事行く前に買うか、はいはい、もしくはもう深夜に外出て買いに行くか。きついね、でも今回それのパターンで行こうとすると。そうなんですよ。で、都内だったからまだいいですけど、はいはいはい、新潟だとそもそも店舗が少なくて。え、何件だっけ ?10 件あった聞いてた気がする。しかも新潟市内でも数がそんなにないので、はい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 、結構本当に多分新潟にいたら絶対買えなかっただろうなレベルなんですよ。ああ。だから結構今回ハードル高かったなっていう。いや、初めて経験しましたよ、僕。うん。これ結構でもあれあれなんですよね。あ、そうなんですか。46グループだと。はい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 、はい。自分もこっちに来て初めての乃木坂のくじが、くじを買いに行くときに、全然売ってなくて、はいはいはい、行った先全部売り切れててみたいな。乃木坂?乃木坂のくじ。で、結構やっぱ都内だから、もともとの需要があるのもあるし、はいはいはい。っていうのもあったりして、だから買えないんですよね、なかなか。うん、20件ですね、新潟。うん、だからその中でも、はい、新潟市だけじゃないんですよ。長岡市とか、車で走らせても1時間2時間かけていかないといけないんで。そうだよね。そんな感じになっちゃう。遠いもんね、一軒一軒が。だから結構ハードル高い。新潟だったら無理だったなっていう感じだと思うんで。そもそも多分数そんなに作ってないんだろうな、今回。はい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 、はい。日向は多分、だいぶ数作ってたっぽいんですけど。桜坂はそんなに数作ってなかったっぽいので、はいはいはい、そこが多分原因なのかなっていう。なんか最後行った新越谷の駅も、うん、ちょうどその一箱、自分買った後余ったんですけど、はい、女の子たちが、え、あるあるみたいなのを聞いて、その15分後ぐらいかな、はい、なんか店員さんに、あるって言われたよって聞いて、うわぁ、これ取り合いだわーと思って。いや、本当にそのレベルなんですよ、ね。3、4店舗回る普通なんですよね、正直。結構だから、ハードル高い。46系は。いや、若い人の行動力にちょっとびっくりした。いやー、そう、それがオタクの力なんですよね。ちょっと年齢いくとさ、多少いや、いや、でも、いや、そんなことはないです。オタクは強いですよ、マジで。強いんだ。結構だからそこはね、みんな頑張る。そう。それはあるあるだと思う。なんかローソンの店員さんはさ、またか。とかって思ってんのかなと思ったんですよ。もあるし、逆にローソンの店員さんで、ファンとかオタクの人だったら、はいはいはい、あ、これ一個俺じゃあ。これもできるわけじゃないですか。ありそう。絶対あると思うんですよね、それ。あとは、自分の知り合いがローソンの、オーナー店員だから、はいはいはい、っていう理由で口引きしてもらって確保しておくみたいなのもよく聞くんで。はいはい、箱で?箱で。マジか!そう、だからもうそういうコネとか使いまくって何とか頑張ってみたいな感じだと思うんですよね。はい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 、なるほどね。そう、だからうちらみたいに動画撮るからっていうのもある、ありますけど、普通に本当に求めてる人もいるんで、結構ハードル高い。今回高かった、本当に。初めて経験しました、僕は。そうっすね。はいはい。まあ多分。強い。生存競争が入ってるんですね。そうですね。本当にすごいですね、はい。そんな感じですかね。はい。まあ、頑張って開けたんで。まあ、これ多分編集上がった後でこれ動画上がると思うんで。はいはいはい。まあ、後日談というかね。そんな感じで。早かった人もちょっと。いや、多分いっぱいいると思うんで、ツイッターとか見てても、はいはいはい、どこ行ってもないんだけど、みたいな人、はいはい、結構多かったんで。そうですね。うん。だから、変えること、願いたいですね。そうですね。あとは変えた方コメントでぜひ、はい、当たったかとか、はいはい。どうやって買ったとか。そうですね。苦労談とか。苦労談とか、ね、結構あると思うんで。そんな感じですよ。ですかね。はい。まあ、でもまあ、開けた時の喜びがね。いや、そうなんですよ。何よりも勝ったんで。うん。うん、まあ、それだけが。あとは動画にできるっていう喜びが。そうですね。個人的には一番強いので、はい。皆さんも教えてください。はい。そんな感じです。はい。っていう流れで、もう一個話があって。あ、何ですか?実は、MK2 ってグッズ出してるんじゃないですか。あ、はいはいはい、はい。で、それで新しいグッズが出たので。いや、T シャツは T シャツなんですけど、ちょっと素材が違くて。え?
え、なんかいい素材。T シャツ今までも。開けていいのこれ。あ、いいです。T シャツ今までもあったんですけど。はい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 。これちょっと、もっと夏、着やすいように涼しいタイプの。めっちゃ生地上等じゃん。なんかメッシュ、なんていうんですかね、はいはいはい、こう、通気性のね、そうですね、速乾性みたいな、ね。速乾性のあるタイプの。スポーツ系の T シャツ。あ、そうですそうです。はいはいはい、はい。っていう T シャツが出たんで。あ、めっちゃいい生地じゃん、これ。ちょっと試着で買ってみたって感じ。めっちゃいいですよ、これ。薄くない、全然。そうですね。薄くないのに、これ、実は今着てるんですけど。あ、マジっすか。薄くないのに、すごい。ちゃんとしっかりしてて。はいはいはい、はい。なのに、結構、もう一個、はいはい、普通のタイプの T シャツよりも、うん、だいぶ薄手なんですけど、生地丈夫なんで。へぇ、すげぇ。で、汗かいても大丈夫な感じで。これ何回でも着れそうっすよね。そうっすね。で、これいろんな色あるんで、結構面白い色もあったりするんですよ。これ今、定番の白と黒と、自分着てるの黒ですけど、はいはい、あとは、乃木坂色があるんで、紫っていう感じなんですけど。おぉ、はい。これ結構いろんな色を選べたりするんで。何色ぐらい？何色だったかな、結構あるんで、まあ、リンク貼っておくんで、ぜひ見てもらって、はい。ちゃんとロゴ入ってますから、しっかり。そうですね。これも、初期の頃に、はい、ファンの方と一緒に考えたロゴがちゃんと入ってるので。まあ、これぐらいのロゴだったら、あんまり目立たないし、はい、はいはいはい。あ、なんかのマークなんだろうな、ぐらいなんで。はいはい。まあ、着やすいかなっていうふうに思うんですよ。視聴者さんも買ってみてください。はい、ぜひ。しっかりしてるんだよ、これ。なんかよく安いやつだとさ、もうなんか、すぐダメになるじゃん、伸びて。なんか穴開きそうなタイプのスカスカ感というか、はいはいはい、なんかそういう感じではないので。なんかハンガーにかけといたらすぐ乾いてそうだね。あ、そうですね。これ本当に速乾性のある、今時期だから着れるような。ね。この時期だと、マッパーオフみたいな、キャンペーンやってたりとかするんで、はいはいはい。その時期を見計らって買うのが、いい気がします。それは、決まってます？それは事前に、告知が来たりとか、あとは見たタイミングで、うん、今ならみたいなタイミングもあったりするんで、結構毎回頻度多くやってたりするんで、そのタイミングで多分買うと、いつもより安く買えたりするのかな。うちらの、なんか設定金額とか、うちらで決めれるんですけど、うんうんうん、うちらのは一番安い設定金額になってるんで、使いやすい。はい、優しいな。まあ、自分が買うんだったらこの値段までだろうなっていうところで、やってるので、はい、はい、まあもし興味がある方いたら、T シャツとあとはこれからの時期だとパーカー、うん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 、普通のパーカーとあとジップ付きのパーカー、おお、まあ、チャック付きの羽織るタイプの、はいはいはい、とか結構いろいろ置いてあるんで、はい、はい、そんな感じで久しぶりにグッズ、白お気に入りですねこれ、ちょっと汚れが気になるけど汚れ心配だけど、そうですね、これ多分清潔感あるよね、うん、これね。速乾性あるタイプなんで、汚れてもすぐ。あ、はいはいはい。洗えば、大丈夫そうというか。サイズも豊富ですもんね。サイズも、ちっちゃい、子供用サイズ、キッズサイズから、はい、上は結構、幅広く置いてあるんで。へぇー、うん。ちょっと見てみてください。はい、ぜひ、はい。そんな感じで、MK2 も一応グッズ、売ってはいるんで、はい、あんまり宣伝しないんですけど、まあ、久しぶりに新しいタイプのグッズが出たんで、これはちょっと買っておこうかなと思って。おー、はい、うちらの方でも。はい。買ってみてこんな感じになってるっていう。はい。感じです。松さんどっちの色が好きですか？やっぱ黒。自分は黒と、この、なんか、最初本当に乃木坂だからこの色がいいよねって言って、ファンの人と一緒に選んで、はいはいはい、この色と、あとは欅だから緑がいいよねって言って緑と、パーカーとか T シャツとか合わせて。してたよね、緑の、ね。そうなんですよ。だからそういう理由があってそれにしてたんですよ。松さんめっちゃ着てるからね。いや、ほぼこれしか着てないんですよ。そうだよね。休み。暖かくなってきたら T シャツだし、はい、寒くなってきたらパーカー羽織るし。うん、ね、さすが代表は違う。いや、っていうか、もう、それ着てた方がいいだろうし、うんうんうん、あとは、休みがそもそも1日2日しかないんで、はいはいはい、もうそれで着回せちゃうんですよね。ああ、なるほどね。そう、はいはい。だから、いつも仕事場行くときなんかは、別に私服で行かないので、自分のところ。なのでもう、休み1日2日だったらもうこれでいいよねってなっちゃうんですよ。すごいあったかそうだし、ね、うん、夏は涼しそうだし、はい、いいですよ皆さん。はい。まあ部屋着にもなるかなと思う。そうですね。はい。ぜひ、はい、気になる方はリンク貼っておくので押して見てみてください。はい。はい。そんな感じです。はい。はい。というわけで
桜坂大変だったよっていう話 と一応おまけでグッズ出てっていう話でした。はい、はい、終わります。ありがとうございます。